そして生き様が凝縮された伊達文化の魅力を仙台や宮城で行われるイベントにて観光客に PR 活動する傍ら、伊達の魂を伝えるべく全国各地で様々な活動をしているこの集団をご紹介しましょう。伊達武将隊の皆さんです。大きな拍手。たったの1時間15分で着いてしまう。
足は足が見守ろう。あれの草原家に霧をなすみればこの毒眼竜が天下を食らってくれようぞ。この目で天下を、もう片方の目でまだ見ぬ世界を見る。我こそは
ました伊達武将隊の皆々様です。大きな拍手。ありがとう。あのしますね。ねえ、もうパチ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 なっておりますけども、はい、そんな中やはり演舞の後なんで息切れは大丈夫ですか皆さん。おお、大丈夫です。ありがとうございます。お久しぶりでございますが。久しぶりだな。もう名古屋にね先日見えられておりましたよね。もうその時は宮城県の観光と物産展というものが。うん。どこだった。名鉄百貨店。すぐと忘れでございますか。でその中でもおもてなし武将隊とのコラボ演舞もあったりとかで、うん、名鉄ゴールでおらせていただいた、うん、いかがでしたか。たくさん来てくれてな、うん、今日もねたくさんの方がこの先頭に駆けつけてくれておりますが、今日はちなみにどのようにこの先頭に来られたんですか。今日はわしら初めて飛行機というものに乗ってやってきた。おポーンってなりませんでした。大丈夫ですか。わしは大丈夫だったが他の者は。私も大丈夫でございます。耳がおかしくなりました。それあの人生初めて乗ったという感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ない。対話がなかなか手に持っていない。もうクイズ行きましょう。ちょっと小さいからみたいな感じ。